ジェイミー・レドナップ、ジェイミー・フランク・レドナップ、ジェイミー・フランク・レッドナップ、1973年6月25日隊は、イングランド出身の元のサッカー選手であり、1989年から2005年にかけて、サッカー選手としてのキャリアを過ごした。現在は、スカイスポーツの解説者を務め、デイリー・メールにコラムを執筆している。テクニックに優れ。 想像力を持ったミッドフィールダーであり、フリーキックの際にも正確で力強いボールを蹴ることができた。ボーンマス、サウサンプトン、リバプール、トッテナムホットスパーでプレーし、リバプールとトッテナムホットスパーではキャプテンを務めた。イングランド代表にも選出され、1995年から1999年にかけて17キャップを記録している。11年間を過ごしたリバプールでは、 リーグ戦237試合に出場し、1995年のリーグカップ優勝など最も実りの多い時代を過ごした。キャリアを通して怪我に苦しめられたレドナップではあるが、ピッチの外でもメディアの間でなお知られている選手であり、1998年に歌手のルイーズと結婚した。サッカー一族としても知られており、父はサッカー監督のハリーレドナップであり、いとこに フランクランパードがおり、フランクランパードシニアの老いにあたる。レドナップは、ユースを過ごした、トッテナムホットスパーからのオファーを断り、プロサッカー選手としてのキャリアを、父のハリーが監督を務めていたボーンマスで1989年に16歳で、始めた。1991年1月15日にリバプールと契約するまでボーンマスでは、リーグ戦で13試合に出場した。 当時まだ17歳であったレドナップにケニー・ダルグリッシュは35万ポンドを投じたが10代の選手の獲得に支払われた金額としてはイングランドのサッカー史上最高額となる遺跡金であった。レドナップはケニー・ダルグリッシュが1991年2月22日に驚きをもって受け止められた辞任をする前に獲得した最後の選手の一人であり、 1991年10月23日に行われた UEFA カップのオセール戦18歳と1 0 8日でリバプールデビューを飾ったレドナップはヨーロッパの大会に出場した選手としてはリバプール史上最年少の選手となった。初ゴールは1991年12月7日に行われたサウサンプトン戦で63分からジャンモルビーと 交代で出場した試合で記録し、チームは1から1で引き分けた。ダルグリッシュの後任であったグレアム・スーネスの指揮下で、レドナップは最初の2シーズン半の間を控えの選手として過ごし、1992年の FA カップ決勝においても出場機会は与えられなかった。1993から94シーズンからマーク・ウォルターズに代わってレギュラーとしてプレーするようになり、 写真映えするマンチェスターユナイテッドの若手選手であるライアン・ギグスやリー・シャーラと共に新しく創設されたプレミアリーグの看板選手としても手早された。リーグのマーチャンダイジングや売り上げ上のために絶えず広告に起用された結果、1990年代中盤から後半にかけてロックスターやポップスターに匹敵するアイドルとなった。ピッチ上ではロイ・エヴァンズ監督の下で 中心的な選手となったが、スティーブ・マクマナマン、ロビー・ファウラー、スターン・コリモア、ジェイソン・マカティアラ若手選手数名と共に、スイス・ボーイズと揶揄されることもあった。特にレドナップは、ディビット・ジェームスと共にトップマンとアルマーニのモデルとして、ランウェイを歩くなどの活動により、ピッチ外の生活を問題された。1998から99シーズンは、 公式戦で10ゴールを挙げ、多くのアシストも記録した。1999から2000シーズンには、副キャプテンとなり、後に、キャプテンになった。チームの復権に貢献したレドナップであったが、膝の怪我により2000から01シーズンを棒に振ることになってしまった。長年悩まされてきた問題を解決するため、アメリカでリチャード・ステッドマン医師の手術を受けた。チームは、 FA カップとリーグカップ、UEFA カップの三冠を達成したが、レドナップは結果として一試合も出場することは、叶わなかった。しかし、FA カップの優勝トロフィー授与式の際には、チームメイトに呼ばれ、副キャプテンであったロビー・ファウラーと共にトロフィーを、受け取った。2001から02シーズンのプレシーズンツアー中に、怪我から復帰した。復帰したレドナップであったが、 サイド怪我を負ったため、活動は長く続かなかった。2001年10月27日に行われたチャールトンアスレティック戦ではゴールを挙げたが、3日後に行われたチャンピオンズリーグのポルシアドルトムント戦が最後の出場となった。リバプールでは公式戦308試合で41ゴールを記録し、2006年にはファン投票により、 歴代の人気選手0レーレ人中40位に選ばれた。2001から02シーズンも残りわずかとなった2002年4月18日に、レドナップは自由遺跡でトッテナムホットスパーに加入することをグレンホトルにより認められた。2002から03シーズンの開幕戦であるエバトン、戦に出場し、マシュー・エザリントンのプレミアリーグ初ゴールを演出した。 2002年8月26日に行われたアストンビラ戦で初ゴールを記録しチームも1から0で勝利を挙げた。レドナップはスパーズでの2シーズン半の間で49試合に出場し4ゴールを挙げた。2005年1月4日に父のハリーが監督を務めていたサウサンプトンと契約を結んだ。父の下でプレーすることは2度目となった。1月5日に行われた フラム戦でデビューし、3日後に行われた FA カップのノーサンプトンタウン戦でセインツにおける唯一のゴールを記録している。レドナップはシーズン終了後の2005年6月19日に、頻発する怪我の問題と専門医からのアドバイスにより31歳で引退する決断を下した。1995年9月6日に行われた コロンビア代表との親善試合で A 代表デビューを飾った。その試合は、レネギータがレドナップのクロスをスコーピオンキックで跳ね返したことで有名となっている。1999年10月10日に行われたベルギー代表との親善試合で結果として唯一となる代表初ゴールを記録した。代表で17キャップを記録しているレドナップは、 主要大会では UEFA e u ロ96における39分間が唯一の出場であり、1998FIFA ワールドカップと UEFA e u ロ2000は怪我により出場を逃した。レドナップはサッカーの監督である父ハリー・レドナップと母、サンドラ・ハリスの下に生を受けた。兄の一人であるマークはモデルとして活動している。いとこには フランクランパードがおり、父はウエストハムユナイテッドでプレーしたフランクランパードシニアである。父が監督をしていた影響で南海岸で育ち、クライストチャーチにあるトーインハムスクールに通った。サッカーは兄弟で一緒にサンデーリーグのユースチームで始めた。1998年6月29日に1992年から1995年に、 かけて、エターナルのメンバーとして活動し、その後は、ソロとして活動している歌手のルイーズ・ナーディングと結婚した。2004年7月27日に、チャールズ・ウィリアム、チャーリー・レ・ドナップと名付けられた男児を、ロンドンのポートランド病院で授かった。チャールズという名前は、彼女が妊娠していると判明した日に亡くなった祖父の名を取ったものである。 2008年11月10日には二人目の男児となるビュー・ヘンリー・レドナップを出産した。この名前についてルイーズはロンドンのバウで生まれたレドナップの父ハリーに敬意を込めたものであると明かしている。家族はサリーのオクショットで生活している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。